で玉こっち寄って、あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、相手の方がね、横歩模様だったんで、俺は横歩を嫌って角換わりにしました。角換わり。で、先手番だったけど後手番の計算になりますよね。相手の方がまあ同じ似たような形なんだけど、銀一手早くやってるんで後手番になるはずなんですね。先手番だけど後手番になってると。で、ここの端はまあね、ちょっと保留していこうかなと思ってまして、ここかな。で、桂馬跳ねれるようにしといて、まあ4号桂馬急戦見せつつみたいな感じですけど、これは確かあったんじゃないかな。これは歩歩に桂、銀が出てきた時に歩ついて歩歩飛車で、桂取り受けない間から歩って横取った時に銀取りになってますけど、銀で取ってきて飛車がここやろ、こっち寄った時にやりすぎなのか。それはまあまあちょっとまあ見送りますか。で普通に銀上がってって、これは何だろうか。まあまあ普通に飛車引いて右玉にしていきましょうか。中住まいかな、中住まいっぽいっすね。となるとできれば位取りたいのか、歩突っこか。あー、なら俺ここ歩ついて位取っとこうか。で、玉こっち寄って、これはついたら銀が出てくるから俺銀出ていった方がいいんかな。銀出ていく、歩突かれる、下がらざるを得ない、歩突かれる、だから取らないかんか。取って銀に銀かな。で、銀が出ていってどうか。まあそこはこっちに繰り替えといて、相手の玉頭のね、まあ歩というか位がね、なんか争点になってるんで、まあなかなか相手の方もやりにくいというか怖いんじゃないかなみたいなところあるんですけど、そうでもないのかね。これ次の狙いは銀が立ってきてみたいな、銀立ってきてここで1枚2枚3枚に対して俺が2枚だよっていう、そういう感じかな。銀立ったら歩で銀が死ぬからダメやろ。となるとおとなしくするなら歩ついとく手ないけど、例えば桂頭を攻める手はあるかもしれない。歩つくいます、取ります、風です。桂馬どうすん、なって金桂馬、なんか突きたいけどね。突いて飛車浮いて取って、飛車浮きの形になっとるやろ。で、金に当たっとるからそれは守らないかんだけど、風突きます、飛車浮きます、そのタイミングでなんかできないか。飛車がおらんくなったから角打ちが痛いのか。歩飛車角打って玉寄ってきて切って取って、飛車がここやろ。まあ切るまでもないのか。一旦ついてみよう。一旦ついて、まあ、飛車浮いて角打ってどうなっとるか。角打って銀下がってくる、まあ、それは同銀で大丈夫そうな気もするけど、もしくは取らせて同金もあるし、こういったら桂が跳ねてきて歩、銀が行く。まあ一回取り込みたいけどね。取り込んで取り込まれて金の時に相手の手番で何かできますかっていう。
取り込む取り込まれる金桂跳ねてくる銀歩叩く、ちょっと重くないかな。まあでも歩かな、歩が無難かも、歩が無難、桂も跳ねれるもんね。継ぎ歩なら取り込んで取り込まれて歩って飛んできて取っといて、うん、大丈夫そうやね。このパターンはなんかこの辺に角とか打ったらもしかしたら金と銀の両取りになるかもしれんけど、角打ったら歩打って収まるんか、角打って歩打って歩打って下がるかとなると、まあ、角打ちは多分意味がないから、まあまあ桂頭狙っていくんかな、やっぱり相変わらず。ここで浮いてくる手はやっぱり角打ちかな。それは何？歩打ったら銀銀みたいな、歩打ったら歩打ったら銀銀飛車、ここに飛車がおる。確か例えば取り込むとここに歩打たれて同銀同銀同銀飛車銀打っといて大丈夫そう。まあ取り込むか、歩打って取って取って飛車よりも多分こっちがいいよね。かこれなんかかかりそうなんだけど技が、気のせい。まあでも飛車浮かしとく手にはいい手、飛車浮かしとくといいかもしれんね。こうやっといてどうか、叩きたい一回叩く、叩いて寄って5分。この辺のなんか大手飛車のラインをちょっと見てるんですけど、叩いてなんかある、叩いたらどう、銀打ちもあるかもしれないね。銀打って取って角打ってか飛車叩いてか歩垂らす、歩垂らす手もあるかもしれないね。歩垂らして次に歩成って同玉角みたいな、歩垂らしたらなんか受けてくるんかな。まあ垂らすんじゃねこういうのは。か垂らして角打たれた時にんか嫌だから角先に打っとくか、角打って避けられた時に何かあるかって話だから、角打って避けられて、まあでも垂らすんじゃないこれ、垂らすか先に取っとくか、でも取っとくか、でも迷ったいろいろ迷った。まあでもこれは正しいじゃないかな。それ大丈夫、それ取って同玉でここに角打った時にどうすんこれ。まあでも打つよこれ、まあまあまあ打つよ。で角打ったらこれ追って飛車ですよ、追って防ぐならまあ飛車引くぐらいなんやけど、まあそれは飛車もらっといてどうっていう、まあ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 やりたいことは分からなくはないんだけど、まあ角逃げとくくらいで大丈夫なんじゃないかな。角逃げる、角打たれる手があって取って取って、まあさばかしてもらって良さそうだけどね。まあ、角逃げ取っていいんじゃないかな。でこのタイミングで何かできないかっていう話もあって、例えば飛車下ろす手はどうなのこれ。飛車下ろしてあなたどうしますかって聞いた上でみたいな、かこっちならこっち行かれて微妙か、飛車打って紐がついとるやろ、こっち行って銀打って上がるしかなくて、まあでも飛車下ろすか一回。あ違うわこれ王手じゃん王手じゃん、何を言うんや俺は。3分でこれに関してはまあ大丈夫そうだから、
まあでも下段から下ろすのかな。角打つか、まあ、でも飛車下ろすだろうな普通は。で歩打ってくれたら、まあ、攻めに歩が使えなくなるよねっていう話もあるし、そこならまあ角打つ手もあるし、桂馬取っとく手でも全然いいそうやし、まあ香車取っとくぐらいでも全然良さそうかな。2分30秒まあ香車もらっときますか。こっちならなんか蓋されそうやからこっち取っときますか。なんか銀とかね一回利かしたかったんやけど微妙かなみたいな。まあこれ避けといて、なんでもなくない。避けといてなんかあります。避けたら歩があるんか。これ今度こっち行くか、引くか。ちょっとねなんか相手の玉が広い感じもするんだけど、この歩があるからこれ竜が王手になるっていうところもあるよね。ただ王手はやっぱあんましたくなくて、何がいいのか。王手するとねこっち逃げていくんだよな。歩垂らした手が次の角打ちから金取り目指してどうか。歩金の時は今度は角打ちかな。角打って竜入ってこっちで取ってみたいな。角まあでもここを打ちたいけどな。角打って下がったら竜でアウトやろ。角打ってこんな感じでどうかなっていう。まあ取ったら角かな。それは大丈夫なのか。1分30秒。成り返ってくぐらい大丈夫なんじゃないか。で竜が入って詰めろくさいけど、竜が入ってどうするんですか。合駒はできんやろ。合駒したらアウトやろ。で避ける手はここしかないけど、避けたら竜が来るからここはアウト臭いけど、竜が入って竜が入ってどうするんですか。避けたら竜やろ。まあ馬でもいいし、まあ合駒しても、まあ、竜かなという感じでいかがでしょうかって感じなんですけど、はい、ありがとうございました。いい駒組でしたね。勝さんにやっていこうと思います。はい、関西戦で評価値見ていこうと思います。今回ですね、角換わり未記録対中住まいの戦いになりました。で、評価値的には、まあ、ずっとね俺の方が良かったみたいなんですけど、まあ、どこで大きく変化したのかなっていうのをちょっと見ていこうと思います。で、大きく変化したところはですね、歩ついたところですね。64飛車で俺受かっってるかなみたいなところ思ってたんですけど、相手の方がまあ歩ついてきたんで、まあ桂馬取りが受からなくてちょっと辛いみたいな感じになりましたね。あーこれそうね、44手目、これ5四角あるな。これ5四角で金銀両取り、これはきついね確かに。はい、で52手目かな、52手目で相手の方がね歩合わせてきたのが、まあ王手飛車食らってだいぶ、まあ、3000点ぐらいバッて良くなったんですけど、ここに関してはやっぱね、ここに打たれる筋を防ぐために9三角があるみたいですね。9三角打って、まあ、次飛車動いたら王手になっちゃうんで、まあ、5七銀打ちとかで受けとくのが無難でしょうと言ってるんだけどって感じかな。で今度はこの銀が動きにくいよね。この銀が動けないことを見越してここに歩とか打ちたくて、例えば同銀とかなるじゃん。そしたら今度はこの桂が弱くなるからみたいな、そういう感じで攻めていったりするんでしょうね。まあ相手の方からするとそういう感じの攻め筋がありそう。はい、69手目ですね。なんか8二竜で王手するのはなんかこっち逃げられて嫌だみたいなこと言ってるんですけど、8二竜で逃げたら先手で勝ち、まあ詰みがあるみたいですね。どういうことかっていうと、まあ桂打って、こっちなら銀打ちかな、角打ちかな、銀打ちかな、うん、銀打ちで詰みそうと、まあ上がるしかなくっ
て、5一銀成が、まあ、竜の利き通した王手で、まあ避けるしかないよね。合駒利かんもんね。避けるしかないんやけど、これは今度こっちに竜が入って詰みかという感じなんですが、まあこっちに避けたらそういう感じで、こっちに避けたら今度は角打ちで、まあ同金なら竜が通ってくるからダメで、こう行くしかなくて、竜が入って、まあ、合駒するしかなくて、多分取るんでしょうね、まあ、取らなくてもいいのか。こっちか、今度は2四歩か。2四歩同銀なら、まあここの利きが外れるから角なって詰みやし、同歩なら今度はここの空間開くから一間竜の形で詰みになるんですね。キッツなるほど。まあまあ詰みがあったみたいですね。かといって桂馬打って取った手は、まあ銀打ちかな。なるほど、こっちに捨てるんか。角打って、まあ、同銀なら銀打ちで詰みですし、避けたら今度は何があんの。避けたら今度は3二銀か。3二銀、まあここ避けるしかなくて、また角成りが王手で銀取りになっとって、まあ取るんでしょうね。取るとか、まあ合駒するんでしょうけど、銀打ってよって、なんか香車打って詰みそうな感じもするし、長いのか。こう打って5二銀打って、こっちはアウトっしょ。ここもいけないやろ。ここしかないんだけど、これはこっち成り返って詰みか。こうやってこうか。なるほど。なるほどね。この2二角うまくない2二角うまくない。はい、最後はね、まあ、5一竜から、まあ詰みがありましたって感じですね。3手詰めで、まあ相手の方ここで、まあ、通信不良になっちゃったんですけど、まあ、ここで、まあ、合駒するしかない。まあ、合駒するか受けるかしかないんですけど、合駒したら、まあ、竜引けばいいし、合駒したら、竜引けば詰みだし、合駒せずに避けても、まあ、竜が入ってきて、詰みっすね。という感じの将棋でした。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、角換わり右玉対中詰まりの戦いやってみました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。おいしょ。